第4代ダウンシャー公爵、1860年代、撮影。第4代ダウンシャー公爵の肖像が描かれた1847年の、リトグラフ。第4代ダウンシャー公爵アーサー・ウィルズ・ブランデル・サンズ、トランブル・ウィンザー・ヒルは、イギリスの政治家、アイルランド貴族。第4代ダウンシャー公爵の記念像第3代、ダウンシャー公爵アーサー・ヒルとマリア・ウィンザーの息子として、 1812年8月6日にヒルズバラ城で生まれた。1824年頃から1829年頃までイートンカレッジで教育を受けた後、1830年10月21日にオックスフォード大学クライストチャーチに入学した。大学在学中の1831年にコンヤーズ・オズボーン教と争った後、コンヤーズが倒れて死去し、 検視官が過失殺人であると裁定するという事件が起こった。1834年にダウン県長官を務め、保守党の一員として1836年9月から1845年までダウン選挙区選出の庶民委員議員を務めた。議会では初め保守党の首相ロバート・ピールを支持したものの保護貿易を支持し、穀物法廃止をめぐり、ピールと決裂した。 1845年4月12日に父が死去するとダウンシャー公借位を継承した。1859年5月24日、イ・パトリック勲章を授与された。1868年8月6日にハーンワンで死去、息子アーサーが借位を継承した。1837年8月23日、キャロライン・フランシス・コットンと結婚に男一女を設けた。 ありがとうございます。